おーい。あ、ほんまに？はい、皆さんこんにちは、タケオチャンネルです。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日の動画はですね、休日 Vlog ということで、友達がタケオキャンプ行かないかって誘ってくれたので行ってきました。この友達、そのキャンプ系の動画をたくさん配信しているので、ね、こちらから見れますのでぜひチェックしてみてくださいね。はい、ちなみに僕これが人生初キャンプだったんですけど、めっちゃ楽しかったので、これ見た皆さんもね、キャンプ行きたいって思うと思います。ではレッツゴー。はい、で今回のキャンプの場所なんですけど、こちらですね、静岡県にあるたぬき湖というところへ行ってきました。車で約2時間くらい走るんですけど、まあ、編集の力を使えばあっという間に着いてしまうというわけですね。ちなみにこのキャンプ場もすんごい人気な場所なので、朝早くからこんな感じでテントがちらほら立っていました。予約は必須ですね。で、この絶景の富士山を目の前にしながら、日の丸キャンプくんがテントを立ててくれています。いよいよテントじゃなくてキャンプ始まります。タケオチャンネル。はい、でこの雪のない富士山見てすげーって思いながら、日の丸キャンプとテントを立てていきます。これがね、まあ、結構時間かかるんですけど、まあ、地面にね釘打ったりして楽しかったですね。こんな感じで、テントを立てていきました。はい、なんやかんやありまして、テントが無事完成しました。僕は初心者だったので本当に軽いお手伝いしかできなかったんですけど、日の丸キャンプくんがね、とても手際よく、テント作りを進めてくれました。はい、というわけでお次は、はい、お昼ご飯を作っていきます。音がすごくいいですよ。はい、お昼も完成ということで、みんなでいっぱいやっております。天気いい日に外で飲むビールってもうマジでま。This is Takeo Channel。 はい、食後の後の軽い運動ってことで、友達とバドミントンをして遊んできました。やっぱり会社員してると、そのパソコンとばっかりにらめっこしていて、運動することもやっぱねなくなってきてたので、こういうのがすごく、たまにするのが大事やなって思いながら、あと僕大学の時バドミントンのサークルに入ったので、それも思い出して懐かしくなりましたね。はい、でせっかくキャンプに来たということで、日の丸キャンプくんにね薪割りをさせてもらいました。だから結構硬くて難しかったんですけど、なんとか自分で待った脇、自分で割った薪で、火を起こして作る辛ラーメンとかをめちゃくちゃうまかったですね。こんな感じでキャンプしていて一番思ったのが、その何でも自分でやるっていうこと、機械とかに頼らずに全て自分の力で作っていくのが何とも人間らしくていいなって思いましたね。え、これ作ったん？すごいな。でそうしてるうちにだんだん日が落ちてきて、この真っ暗の中、焚き火の明かりを頼りにお肉を焼いたりお酒を飲んだりして、で長い夜を過ごしましたね。で最後は、マシュマロを焼いて、キャンプを締めていきましたね。いや普通にでかくない？めっちゃでかい。なんで竹尾さんこんなん買ってきたのかわかんない。面白すぎる。いやこれしかなかったんですよ。本当に竹尾さんのチョイスがとてもいい。このデカさだよ。これデカすぎるよ。カラオケのマイクだって。クーとあんま変わらんからね。クーと変わらん。どうしよう。いやマシュマロやなって思いました。じゃどうしよう。いややばいやばいやばい。
関西圏の人この人なんかあの綿菓子のあれ思い出すね、この感じ、うん、はい、とてつもなく面白くなかったので、この辺でエンディングといたします。日の丸キャンプくん、この度は本当にありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。